でもまさに本当にね前さっきお話にしましたけどね小さい頃多分僕、お姿拝見してたと思うんですけど覚えてますかその時の頃のことってお母さんと一緒にここの風景なんとなく覚えてますね、そこら辺ちょろちょろ歩き回ってましたねいらっしゃいましたよ、僕何回か会ってるんですけど私はもうした記憶がないんですけどねなんかその母親としての UA さんはどんなお母さんですか なんか結構ずっっと反抗期だったんですよで小さい頃は小さい頃っていうかやっぱり東京にいた頃とか神奈川にいた頃もあの父と母はほとんど家にいなくておばあちゃん子なんですよ、うん、僕、うん、で本当におばあちゃん子でずっとおばあちゃんを育てられてで、まあ、離婚とかもあってでもずっとやっぱ別れたからとかじゃなくて本当に反抗期としていろいろこうなん,かなんか例えば最初はなんか。 幼稚園がなんて言ううだろう普通にこう芸能のことがたくさんいるとこ行ったのに、うん、いきなりこう主体な教育っていう面白いこう学校に入ったんですよね、うん、でそこでいきなりこう今まで見てたテレビとか電子機器とかも全部ダメって言われて食<切>もほ、うんとに変食とかっていうのを強いられて、はい、いきなり変わったんですよ、うん、でそういうのもやっぱり分かんないじゃないですかいきなり言われてはあって感じで、うんうん、今考えるとあそういうことかって本当に あよかったなその学校に入ってよかったなっていうのもあるんですけどその,その時はねほんとその時は最悪でしたねい、うん、つもなんか母親うざって感じ <laughs> 嫌いだったんですけどでもなんか自分が中1ぐらいの時にあの音楽に興味を持ち出してるか、うん、興味はあったんですけどでも自分でこうプレーをするようになった時に、はい、ライブ今まで母のライブは結構行ってたんですけど、うん、初めてアーティストとして見たんですよね、うんうん、そしたらあすげえ感動しましたね,ね お母さんがちょっと別の存在にね。うん、感じられる時ですよね。はい、うんでもなんか同じ行動用に立とうとすると、はい、そういうやっぱり瞬間って訪れてきますよね。うんはい、まあ、それも父も一緒なんですね、うん。お父さんもね。さっきその話で出ましたけど、はい、ね。